トヨタ自動食機の伊藤浩一社長は22日夕方国土交通省に再発防止策を提出しました再発防止策ではこれまで一つだった認証と開発の部門を切り離し認証の業務を担う部署の人員を2026年までに1.6倍程度に増員するほか開発スケジュールを見直すことなどを示しています もし途中で無理があった場合はいったん立ち止まって戻るというようなことを策定していきたいというふうに思っています。またトヨタ自動織機は伊藤社長ら役員13人について報酬の一部を自主的に返納すると発表しました。